諸岡正夫はフリーアナウンサー、元九州朝日放送、日本放送のアナウンサー、東京都世田谷区出身、明治学院大学附属高校卒業、高校時代はサッカー部に所属していた。明治学院大学進学以後も特段運動系サークルに所属していたが、大学3年までアナウンサーになることを考えていなかった。 大学3年時のアルバイトで文化放送で働いていた際、泊まり版の諸岡より2、3年上の男性アナウンサーからキャラクターのノリの良さと発声を褒められ、アナウンサーを勧められたことで、アナウンサーの仕事を志すことを決め、就職活動を開始。しかし、就職活動開始が遅れたことで、大学4年時からアナウンススクールを通い始めたため、 キー局の就職試験を受けることができず、バイト先の文化放送も1983年の採用活動では、アナウンサーの求人を出していなかったので、最後に採用試験に受験できた、九州朝日放送を受験し、1983年3月、同大卒業後の4月に入社。アナウンス部に配属され、2ヶ月の研修の後、同年6月に、ラジオの天気予報で発泣きし、 その後は、定時ニュースの読み上げ、テレビのキー局である、テレビ朝日への原稿送りを担当。その後、平和大球場でのプロ野球地方開催試合の、実況や若年層向けのラジオ番組のパーソナリティを担当。1988年の南海電鉄のホークスミウリ、福岡への本拠地移転に伴い、同社組織変更で誕生した。 スポーツ部への移動を申し出たが必ず、以後業務をこなしてきたが、高校時代の親友の突然の逝去で遠方の葬式に参列できなかったことで、社会人から居住していた福岡県に居住することに、心が折れ、地元である東京へ戻ることを決意し、当時、スポーツ雑誌に掲載されていた、日本放送の中途募集広告を目にし、中途募集受験。採用結果が出る前に、 1993年1月に、九州朝日放送を退職。中途募集試験に合格し、同年3月1日付で日本放送に移籍。入社1ヶ月後の同年4月、当時のスポーツ部長に呼び出され、同年5月15日に開幕する当時、ラジオ独占中継験を獲得した、J リーグの中継の実況の担当に指名される。以後、 日本放送ショーアップナイターと並行して J リーグラジオの実況を担当。同年5月15日に J リーグ開幕戦であるベルディ川崎横浜マリノスのラジオ実況中継を担当した。また、サッカー日本代表の試合の実況中継も担当。1993年に開催された FIFA フフワールドカップアメリカ大会のアメリカワールドカップアジア予選で一時、 最終予選のラジオ実況中継を主に担当。同年10月28日の日本対イラク戦のドーハの悲劇の瞬間、1997年に開催された FIFA ワールドカップフランス大会のワールドカップフランス大会アジア予選の最終予選、全試合の実況を担当し、ジョホールバルの歓喜といわれるアジア第3代表決定戦である。 日本対イラン戦のラジオ中継を担当した。フランスワールドカップ終了を機に、サッカー代表戦及び J リーグラジオのメイン実況から、ショーアップナイターメインの仕事にシフト。また、同局がラジオ独占中継権を手にして開始した MLB 中継で、1996年は当時、ロサンゼルスドジャースに移籍し、MLB デビューした野茂秀を2003年。 ニューヨークヤンキースに移籍した松井秀喜のメジャーパーソナリティとして長期取材するためアメリカが衆国に長期滞在した。その後、同局スポーツ部副部長まで昇進したが、57歳の時点で早期退職優遇制度を利用し、2018年1月31日付で日本放送を退職。フリーアナウンサーとして、同局と契約アナウンサーとして継続して、 番組出演を続けている。また、同じ早期退職制度を利用して退職した松本秀夫が立ち上げた劇団チェンジアップ主催のコント芝居にも出演している。ラジオテレビラジオテレビ CM その他、ありがとうございます。